それとな、うちさん、みんなみたいに非現実の世界行ってへん。ああ、無理やろ、それかかってきたよ。みんなが非現実の世界、みんなが一番それかかってきたよ。その年数が長かった。うちが非現実を生きられへんかったから、別に芸能界も入ってへんし、音楽はやってるしやけど、でも、ある現実の世界とか、ああ、路上やから。路上、ほとんど路上やん、現実の世界。逃げて引いてたわけじゃないよ。練習の時は、まずいから隠れてたけど。まずいやん、それさすがに。だけど、人前で行こうかなと思ったけど、逃げも隠れもできんの。違う。全然関係ない。路上と逃げから全然関係ないね。な、逃げてへんから路上出てたわけですね。芸能人みたいに。謎の世界行ってへんし。うん、麻薬もやってへんし。ただギターは最高級やったから。実は、今んとこな、もうメーカーの。もう壊れるぐらい最高級やってる。あんなんそんなこと。まあ、ほんならあんまりギター買わない、ギターも。音買ったら壊れんかったらな。まあ、性転換されてんかったら、まあ、ギター一個壊れへんかったかもしれん。すっごいギターとあんなんで、実は。日本製ですよ。怖いね。あ、いやんとかこれ。だから、その、麻薬 G メン、二人ぐらい、うちの前でうろうろしとったけど、笑っとちゃんとワンショーつけたって。最後の、見せてくれ。で、名前言わへん。便言うたことあるけど、この間、隠しとこうね。仕事できへんだけどね。で、うちにも来合って。面白かった。それでな、結局、その、うちにとって幻想の世界って実はね、実はね、会社がそれやった。あるいは学校がそれやった。学校、あ、それは何のかもわかるかな。学校ってめっちゃ非現実の世界。会社なんでこんな嘘みたいなことやってんの、なっちゃったの。だから脱サラしてから安心して、ほんまに安心したね。やっと現実が戻ってくれた。あれ何やってんの。サービス業ちゃうで、メーカーやで。優勝中継めっちゃ硬い種類のメーカー。それでもうちには非現実世界だ。そんなもんかもね。だからみんなのこと、ちょっとわからんかった。クラブもね、スポーツもしてるときに非現実でした。わかってもらえるかな、その感覚。もちろん音楽は、音楽それ自体は非現実ですけど、もう音楽で関わってたんや。路上にあったからね。路上の人とのやりとりを再現したら、まあどうしても。ライブ、あんな感じ。あんな感じ。磨かれたけど結果なし。雨一応。甘ってな。すー